皆様こんにちは、ゴンダマンです。フレックスランクル埼玉中央店から撮影を行っております。こちらの店舗といえばあちらのスタッフさんだなというイメージがあると思います。こんにちは。こんにちは。自己紹介をよろしくお願いいたします。はい、フレックスランクル埼玉中央店の宇津木と申します。よろしくお願いいたします。お久しぶりです。久しぶりです。ちょっと夏ということで焼けましたね。はい、前回非常にご丁寧にいちご丸プラドご説明をいただきましてすごく勉強になりました。最近ランクル店回らさせていただいてリノカモデルの100プラとかご紹介いただいてるんですけども、今回もこちらのランクル店でランクルのご紹介をいただくと思いきや今日はちょっと一味違ったテイストということで発表をお願いしてもよろしいですか。はい、ラブ4を今回紹介させていただきます。ラブ4、ラグ4ですか。ラブ4、ラブ4、ウニ点々ですか。ウニ点々です。ウニ点々ラブ4僕もこのレベルでちょっとわからないというところなんですけども、今回宇津木さんに徹底的にご紹介いただきたいと思います。今回登場する車両のカスタム状況、こちらの店舗については概要欄にタイムコードと一緒に記載してありますので、お好きな部分のみをクリックしてご視聴くださるようよろしくお願いいたします。それでは宇津木さんよろしくお願いいたします。お願いします。早速宇津木さんにこちらのラブ4をご紹介していただこうと思います。僕最初にパッと見で感じた印象をお話ししていいですか。はい、ハイラックスのようなオフロード感のあるフェイス、角張った大きなフロント、迫力のあるフロントバスクじゃないですか。はい、プラスハリアーのような街乗りも可能な SUV が合体したようなデザインに感じます。まあ、ちょっと僕の意見はここまでにしておきます。はい、まずこちらのラブ4のスペック的なところをご紹介いただいてもよろしいですか。はい、こちらのラブ4なんですけど、はい、排気量が 2000cc、 はい、ガソリン車になります。なんかすごく外見がどっしりしたデザインに見えてたので、もう少し排気量あるのかなと思ってたら、はい、意外となんかエコなこちらの車が、はい、アドベンチャーという。アドベンチャー。はい、コンセプト的にはその、はい、SUV らしさだったりとか、まあ、よりアウトドア系に適した外装だったりとか内装のグレードになります。まあ、僕がラブ4詳しくないんですけど、それ以外にもグレードが何個かあるっていうことなんですね。はい、エクステリアの特徴、はい、少し説明いただいてもよろしいですか。はい、まずこちらのボディのカラーなんですけど、はい、センシュアルレッドマイカーといいまして、これがメーカーオプションのカラー。はい、このアドベンチャーのグレードの特徴である顔なんですけど、はい、顔他のグレードとは違って説明しづらいですけど、アウトドアっぽいというか、センターのトヨタマークを中心に、まあ、ハニカムのデザイン、なんか蜂の巣のような六角形のデザイン、カメラ越しに見てるとすごく迫力があって野生的な、なんかすごい可愛いです。ここなんですけど、ここ、あ、はいはいはい、これがクリアランスソナー、あとこちらの車 TSS TSS もついてます。あ、なるほど。え、そこなんですか。はい、このエンブレムの中に埋め込まれてる。そうです。なんかハイエースばっかり見ていたのでちょっと驚きなんですけど、非常にスッキリしてますね。ありがとうございます。はい、あとヘッドライトなんですけど、ヘッドライト、はい、こちら LED に LED、はい、なるほど。ちょっと今つけてみます。あ、お願いします。さあ、どれどれ、ちょっと光軸だけずらして撮影させていただきます。あ、なるほど。これが今デイライトが点灯している状態なんですかね。はい、上側に細い LED のラインが入りましたね。あ、なるほど。下側がフォグランプ、これは純正だとハロゲンなんですかね。この、そうですね。はい、で上の LED、 これ結構眩しいですね。アップにすると、あ、ちょっと映らないかな。非常にスタイリッシュなデザインだなと思いまして、はい、ここの光が出てくる場所、このちょっと光源がこの上の部分がシュッってこう切ってあることによって、この見る角度によってかっこよさだいぶ違って見えてくるんですよね。ここです。ここのライン、ここのこのチラッと見えてくるここのライン、これがこの視線まで下げないとこう光が見えないんですけど、この奥に隠れてるようなデザインがすごく僕はかっこいいと思います。続いてサイドビュー、はい、ご紹介よろしくお願いします。はい、タイヤなんですけど、はい、こちら何もいじってません。あ、これ純正なんですか。はい、純正で19インチの。え、これ19インチもあるんですか。はい、全然そう見えなかったです。あれですね、この5本スポークというか結構太めのデザインで、プラスこの上のオーバーフェンダー、このアドベンチャーという雰囲気を醸し出してるんですけども、はい、なんかオーバーフェンダーといえばちょっと丸いデザインとかをイメージしがちですけど、このなんていうんですかね、ちょっと角張ったデザインのオーバーフェンダーっていうのもすごい足回りの迫力を演出する部分では欠かせないパーツなのかなと思います。いやー、でも本当19インチっていうことを感じさせないようなこのまとまりです。引き続きリアビューをご紹介いただきたいと思います。はい、まずアドベンチャーのグレードで他のグレードと違うところがあります。はい、どちらでしょうか。こちらなんですけど、ラブ4、
あ、黒色になっていますけど、そういう部分ってことですか。そうですね、はい、他のグレードだとメッキになってるんですよ、はい、あ、そういうことか。そう言われてみるとリアで光沢のあるパーツというのは本当トヨタのエンブレムぐらいなんですかね。そうです、ここも全部黒で統一されてて、はい、すっきりとしているというか、この下側のガーニッシュの部分、このマフラーの真上の部分も、まあ、本来だったらメイキパーツが採用されていそうな部分なんですけども、あえて全部光沢を失わさせているところがなんかすごいかっこいいです。かっこいいです。あとこちらにもアドベンチャーという文字がすごいデザイン性が高いですね、アドベンチャーってちょっとおしゃれすぎて分かんないなん砕けすぎてますね大丈夫ですかね大丈夫です、ありがとうございます、はい、あともう一個、はい、あ、まだあるんですか、はい、前に終わったクリアランスソナー、はいはいはい、これは後ろにも付いてます。あ、ここか、すっごい細かい位置に埋め込まれてますね。なるほど、これでちゃんと、はい、後ろの障害物とか、ものとかを、まあ、見てくれるような、なるほど、いや、内装もなかなかの質感ですね。ですね。ちょっとカメラの向き変えます。皆様、このような視界でございます。宇津木さんです。まあ、夏場でちょっと暑いというところもあるので、はい、静寂性を確かめたいという体でエンジンかけていただいてもよろしいでしょうか。やっぱり2リッターガソリンということなので、かなり静かですね。それではよろしくお願いいたします、はい、お願いします、はい、まず入って僕がちょっと一番好きな点じゃないんですけど、はい、お願いいたします。ここの黒に対してのオレンジ、あー、なるほど、確かにこの塗り分けいいですね。これもアドベンチャーだけの、はい、あ、そうなんですか、はい、もしかしたらちょっともう感じ始めてるのかもしれないんですけど、シートが涼しくなるっていうの分かります？これちょっと汚い発言になっちゃいますけども、はい、汗が冷えたのかなと思ってますけどこれシートが冷えてた、シートが冷えてました。この腰回りというかこの辺りなんですけど、なんかすごい涼しいんですよ。これなんかシートクーラーというかそういう機能があるんですか？そうですね、ここにあるんですけど、なんかメーターのデザインもすごいですね。そうなんですよ、これもアドベンチャーだけのメーターなんですけど、覗かせていただきます。いや、なんか平面でちょっと伝わりづらいかもしれませんが、これ液晶なんですよ。もうすべてデジタルで表示されていて、やっぱすごい最先端なデザインというか、なんか古き良き車は中に LED のチップが入ってるとか、淡い色じゃないですかこの辺はもう全部スタイリッシュにデジタル表示されていて、はい、びっくりですね。なんか他にもステアリング周りスイッチも充実していて、あらかたの機能は全部この部分で操作ができるような、設計のようです。とナビはまだ新車として到着したばかりでカスタム中ということなので空洞の状態はないんですけども、サイズ的には最大で何インチぐらいのものが入ったりするんですか？はい、9インチ。あ、9インチ。あと、うん、僕がちょっといいなと感じたところなんですけど、まだあるんですか見えづらいかもしれないですけど、ここなんですけど、はい、ここですね。こちらですか？これがレーダークルーズコントロール。あ、これクルコンのスイッチなんですか？はい、ランクの僕が前紹介したプラドだったりとか、今の車だとこの辺にスイッチがついてるというか。そうですよね、このステアリングのこの部分ですよね、このハンドルの後ろ側にレバーが装備されていることが多いんですけど、はい、今回の車両は完全にスイッチ、スイッチ、はい、これは新しいスタイリッシュです。そうですよねクルコンはやっぱ手元で操作できた方が楽なのかなとは個人的には思います。僕もハイエース仲間でクルコンつけてる方とかたまに運転させていただくことあるんですけど、ウインカーとかとたまに間違えちゃう。はい、あ、これ、クルコンカーっていうのがたまにあったんで、手元に配置されたのは、個人的には当たりなのかなって思います。ちょっと慣れるまでに時間かかるかもしれないですけど、はい、すごくいいと思います。なんか他には気になっているポイントとかありますか？あとは、このシフトレバーの周りなんですけど、このエコ、ノーマルスポーツとか、いろいろありますね。はい、これが走り方だったりとか、地面の状況とかによって、はい、変えていただくものになるんですけど、なるほど。路面の状況に応じた回転数制御といいますか、走行のアシストを受けられるような細かなこのような設定ですね。このスイッチなんですけど、はい、このアドベンチャーというグレードと G っていうグレードがあるんですけど、そのグレードの標準。あ、これ標準なんですか？はい、杉さん、僕ちょっと気づいちゃったんですけど、はい、天井すごいですね。そうなんですよ、サンルーフになるんですけど、はい、この天井のところにボタンがありまして、はい、押していただくと、おお。おお、2枚後ろまで開きます。
あのさすがに1枚ではなかったです。あのちょっとここのピラーの部分が出てきた時はえってなったんですけど、この迫力はすごい。室内にいるのに透けてる部分が多すぎてオープンカーに乗っているような感覚がすごい新しい感覚ですね。これ開くんですよね。開きます。ちょ見せていただいてもよろしいですか。はい、はい、ですよね。お、ワンタッチ電動。あ、なるほど。このフロント側の3分の2ぐらいまではしっかりと開くような作りです。サンルーフが開いた瞬間にここにょきって出てきたものがあるんですけども、まあ、多分これ異物とかが引っかかるように中に入ってこないようにこういったセリアができたんだと思います。なるほど。本当面白い一台ですね。ですね。とあとさっきステッチのこと触れたと思うんですけど、もう一個特別なものがありまして。どこですか。ちょうど今、はい、座られてるシートなんですけど。いやでもシート、さっきシートヒーターだとかシートクーラーで驚かされたんですけど、こちらがアドベンチャー、はい、このグレード限定のシートになってまして。あ、これ限定シートなんですか。はい、あ、なんかそうですね、言われてみればステッチのカラーだとかこのフロントのセンターラインだとかなんか色合いだとかがこのアドベンチャー専用で配色されたシートということで、はい、まあでもシートのデザインって大事ですよね。フロントガラス、サイドガラス越しに内装を見た時にシートのデザインっていうのはあの与えてくる印象がだいぶ違ってくるので、ちょっと腰の位置で申し訳ないんですがプレスされたようなデザインが刻まれています。この辺の続きにはなるんですけど、はい、ここちょっとよく見てください。何か置くスペースというかがあるんですけど、確かにここの部分スイッチもついていて、この Q っていうマークがあったりとか。ちなみにこれは何なんですか。これは携帯を置くだけで充電できるものなんですよ。あ、置くだけ充電、それも純正でついてると。これはオプションになります。あ、オプションで。はい、なるほどなるほど。なんか他には充電機器っていうところは何かあるんですか。いっぱいあるんですけどいっぱいある。食い気味に来ましたけど。あ、はい、先端コンソール、はい、開けていただくと、ちょっと上開きで見えづらいんですけど、 2.1 アンペアの充電、こちら2箇所ございますね。2箇所だけなんですか。それが近くて違うんですか。はい、ちょこの辺にも見えづらいんですけど。はいはいはい、なるほど。喧嘩しないようになっているというか。iPhone だろうが Android だろうがいろんなものをちゃんとさせば喧嘩にならないと。これありがたいです、はい、コンセント争いって結構長距離ドライブとかで多くて。いや大きいですよね。いや分かります。自動でなるほど。空いてる最中も警告音が鳴るので分かりやすいですね。広い、なんかすごい広いです。あ、こちら 100W の電源ポート、そして 12V のシガーソケット給電、両方とも設置されています。最近だと車載の冷蔵庫を置いたりだとか、はい、電源ラゲッジで必要なシーンって多くあると思いますので便利だなと思います。で、このラゲッジルーム、セカンドシート倒してみていただいてどのくらいスペースあるかというところを見せていただいていいですか。はい、お願いします。はい、ちなみに下は工具やスペアタイヤが入るようです。あ、なるほど。このレバーを一つだけ外すと前に倒れるような感じですね。うわー、なるほど。めっちゃ広くて平ら。うわ、これ驚きですよ。すごい広い。ちなみにこのラゲッジスペースっていうのは、はい、全長とかどのくらいあるんですか。はい、こちらが188センチ。 188? はい、僕すっごい入るサイズですよ。え、すごいな。はい、ということで皆様いかがでしたでしょうか。今回今までのランクルのご紹介ではなくラブ4。いや、ちょっとびっくりしましたね。なんか最新の機能がギュッと詰まった一台だなと驚きました。最後に宇津木さんから一言いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、今回紹介させていただいたラブ4をはじめ、はい、うちの埼玉中央店の方では、まあ、はい、この前紹介した150プラザの新車だったりとか、はいはい、古いものっていうとラクルの60だったりとか、はい、幅広い車のラインナップがありますので、はい、長時間あるときにご来店だったりとか、まあ、お問い合わせいただけると幸いです。はい、ありがとうございます。過去にこちらの店舗で宇津木さんに撮影のご協力をいただいたんですけども、なんかそれから YouTube 見たよっていうことをお声掛けいただくこともあるそうで、こちら17号線沿いに面しておりますので、あちらの青い大きな看板を見かけたら、あ、ここ宇津木くんがいる店舗だってふらっと寄っていただいて、はい、もちろんですね。はい、ぜひ皆様お気軽に問い合わせご来店よろしくお願いいたします。それではこちらの動画が参考になった、良かったよと感じていただけた方はチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。